ガチャックとガチャ玉ガチャックは小型金属板クリップ、ガチャ玉によって穴を開けずに複数枚の書類を簡易的に閉じるための連写式クリップ文房具である。ガチャック、ガチャ玉ともにオートの登録商標であり、一般名称としては連写式クリップである。1980年に元洋服下手師である佐藤久夫によるガチャックの原案をオートが商品化した。 ガチャ玉はターンクリップから取っ手を除いたような形状になっている。ガチャ玉単体では書類を閉じることが困難であるために使用する専用の器具がガチャックである。ガチャックにはガチャ玉を複数装填できる。ホッチキスなどと比べて書類に穴を開けずガチャ玉を取り外してばらしやすい利点もある。また外したものは再利用できる。この素材はステンレスが主流だが リサイクルされたプラスチックや紙製のものもある。なお、市販されているガチャ玉で最小サイズのものでは数枚から最大サイズのものでは60枚程度までの紙を閉じられる。連写式クリップ製品はオート以外からも発売されている。基本的な仕様は各社共通であるが独自の工夫を施している場合もあり、それぞれ別の会社製のガチャックとガチャ玉を組み合わせての 使用ができない場合もある。オート、ガチャックって、2014年7月1日閲覧。オート、20702p5pdf、2007年2月閲覧。ガチャックウィズワークス月間総務2011年3月号オフィス用品で、振り返る総務、今昔、第35回、2011年2月8日。ありがとうございます。